でもそんなに結構ね食べるんだよね予想してみてください。夏休み自由研究シリーズ。皆さんこんにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。あの彦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、はい、今日は何をやるのかな。今日はじゃん、これを使います。お、これ何だと思う？キャベツ。そうです、キャベツです。当てちゃいました。当てちゃったね。当てちゃいました。そうです、でもちょっと色が違うよね。お、何それ。そう、これ紫キャベツです。紫キャベツ。そう、こんな紫色のねキャベツ見たことある人、まあ結構いると思うんですけど、ね、いるかな、分からないと思うけど、そのそうだよね。これ普通のキャベツじゃ今日はダメなの？ダメなんです。何ですかそのやった感の顔は。そう、ダメです。はい、はい、なんで今日はこの紫キャベツを使った驚きの自由研究にも役立つような実験をしたいと思います、うん、じゃあ一緒に考えて実験していきましょう。はい、それではレッツサイエンス。それでは早速溶液を作っていきたいと思います。まずお湯を沸かします。今回は IH クッキングヒーターを使ってお湯を沸かします。でこのまま待ちます。待っている間に紫キャベツの色素を今回抽出するんですけども、その色素が出やすいように紫キャベツを細かくカットします。じゃあいきます。はい、まあでもそんなに細かすぎなくてもいいかな。ある程度ざっくり、ある程度切ってもらえれば大丈夫です。はい、このように紫キャベツがカットできました。できました。そしたらこのネットに紫キャベツをばらして入れていきます。ばらして入れる。ばらして、この紫キャベツってもう剥いても剥いてもこう紫になってるんだけども。本当だ。そう、これを出しやすくするためにできるだけ開いて。なるほど。はい、入れてください。紫を出しやすくするために。そうなんです。あ、紫キャベツはやっぱいい匂いだね。あ、好きなんだ、うん、先生。そう、美味しいからねこれ。本当に本当スープにしたりとか最後は食べたりとか。そうね、最後終わった後はね、うん、実験で使ったものは食べていいんだもんね。そう、じゃあ今日もあったかくね。今日もあったかくスープにしていただきましょうね、はい。まあ、その前にちょっと色だけいただきます。はい、はい、このように紫キャベツをネットに入れたら、紫キャベツが出ないように輪ゴムでネットを縛ります。はい、このようにすると紫キャベツをお湯で煮た時に取り出しやすくなるのでとてもおすすめです。それではお湯が沸いたので紫キャベツをお鍋の中に入れます。はい、はい、こんな感じで、このように熱いから気をつけながら入れてください。頭で押し出す感じで色素を出していきます。先生こういう時何考えてるの？こういう時か、いやこの紫キャベツを何で食べようかなっていうこととか。食べ物ばっかだな。そう、何で食べようかなってそう思ったりとか。まあでもいつもは本当にこういう準備してる時とかはなんかどういうふうにやったらこう喜んでもらえるかとかそういうようなことを考えてます。さすが真面目ですね。うん、ちょっと噂で聞いたんですけど、はい、すごい大食いだって聞いたんですけど。そうですね、ちょっとそこは否定しない。しないですね。いやでも健康が一番ですから。そう、お姉さん結構ね食べるんだよね。ねえ、見て見て、あの彦くん、ほらどう？おー、紫色になってきたでしょ。すごく綺麗な紫色になってるね。でしょ。ちょっと垂らしてみて紫って分かるぐらいまで色が出たら大丈夫です。はい、うん、じゃあちょっとネットの上の部分を今乾かして火傷しないように紫キャベツを取り出します。はい、はい、じゃあ十分気をつけてやってください。はい、見てこのように紫キャベツはもう紫の色が薄くなってしまってます。本当だ。その分こちらに色素が移っています。なるほど。はい、これで溶液が完成しました。紫キャベツの溶液が冷めるまで待ちました。これを透明の色が分かるカップに入れていきます。はい、この紫キャベツから煮出した溶液にお酢、お酢、化粧水、お、レモン、重曹を入れると
何色になるかっていうのをアナヒコくんに予想してもらおうと思います。わあ、全然わかんないけど楽しみ。楽しみでしょ、うん、今これすごい綺麗なね、紫だよね。すごい綺麗。そう、うん、今色で言うと、まあほんとちょっと青っぽいのかな。そうだね、青っぽい紫だから、まあ、この辺かな、うんうん、この辺の色からさあどこに色になるかっていうのをアナヒコくん自身が考えて予想してみてください。わかりました。最初はお酢です。お酢、お酢今ちょっと薄い黄色かな、この辺かな、ちょっとオレンジがかってる黄色、この辺の色です。はいはいはい、この色にこの紫キャベツの溶液のところに入れると、さあこのカラーチャートの何色になるかな。酢でしょ。そう、お酢。酢ちょっと黄色っぽい色だって今言ってたもんね、うん、ってことは、うん、今の紫色から少し薄くなるんで、うん、ちょうどその青と水色のそこら辺になるんじゃないかな。この辺ね、これは間違いありません。紫と青のこのちょっと薄まるって薄まってくってことね。あ、もう絶対そうだと思います。あ、この辺か。これは自信あります。わかった。お酢の予想はこのあたり。その辺りでお願いします。はい、じゃあ実際にやってみましょう。お願いします先生。それでは実際に入れていきましょう。はい、お酢を入れてみます。お願いします。はい、じゃあよく見ててね。はい、どうなるかな。青くなるんだろうな、青くなる。あれなんと。え、先生これは、これはちょっとピンクがかった赤色ですね。うわー、真逆言っちゃったよ。逆だったね。え、いやー面白いでしょ。これが科学の面白いところなんだよ。うわー、やられたはい、じゃあアナヒコくん2問目、はい、続いてはこの化粧水、今透明な溶液です、はい、これを紫キャベツの溶液の中に入れると何色になるでしょうか。その化粧水のキャップと同じピンク色になるんでしょうね。あー、これか。それになると思います。ヒントだと思った。これそうなんです。優しいから先生。優しいからね、うん、さあどうなるかな、気になるよね。はい、じゃあ一緒に実験してみましょう。それではいきます。いや、ピンクになるから、その蓋みたいに、ね、先生入れてる。それたくさん入れてるよ。え、あんまり変わらないのこれ。そうなんだよね。変わんないの。化粧水なのに。そう、変わんないの。なんで化粧水の種類にもよるけれども、今回私が使ったものはあまり変わりませんでした。続いて3問目、このレモンの汁です。じゃあこれ実際に今どれぐらいの色かっていうとね、薄っぽい黄色です。これも薄っぽい黄色。はい、この中に入れると何色になるでしょうか。難しいな、うん、もう思い切って。はい、黒。黒、あー、ここね。逆に黒になると思う。なるほどね、うん、さあ黒か、どうなるかな。ちょっと強いイメージがあるのかな。そうなんだよね、うん、じゃあ実際にやってみましょう。先生お願いします。はい、じゃあ入れてみます。ん、黒、ん、ん、ん、え、あれれ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 、先生。はい、これまた鮮やかな色になっちゃった。そう、これちょっとお酢の色と似てるかな。確かに非常に似てますね。そう、これさっきお酢の色ね、綺麗な赤に近い色のね、赤っぽくなったでしょう。レモンもそういう綺麗な赤色になるの。レモンも赤くなりました。アナヒコくん、はい、今のところ全部不正解です。いや、もう分かんないよこれ、すごいよ。ただ最後当てるよ。そう、これ最後の問題だからね。はい、最後はじゃん、私の大好きな重曹です。困った時の重曹さあ今この重曹は白い粉です、はい、これをこの紫キャベツの溶液の中に入れると何色になるでしょうか。これはね、はい、もういろいろな色になると思う、うん、ということはレインボー色。レインボー色っていうのは冗談で、はい、茶色。
茶色好きだね、茶色。茶色なんかやっぱカラメル的な感じになるのかなと。そっかそっか、うん、この辺ってことかな。ちょっとオレンジがかったこの、そうですね、そこら辺赤とかこの辺の色ってことかな。うん、やっぱ白い粉で重曹で色薄まると思うから。そうかそうか。あ、でもいいね、一生懸命考えてくれて、それがすごくいいことなので、じゃあ本当に当たるのかやってみましょう。ラストチャンス。今こんなね白いし粉ですけども、はい、先生お願いします。どん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 入れていくと、お、先生、はい、今度はブルーに近い？そうね、ちょっと緑っぽいブルーっぽいような色になりました。紫のと比べると、あ、分かる？色の変化と全然違うね。違うでしょ。本当だ、あんな少量でもこんな変わるんだ。変わるんですよ。いや、もう一問も当たんないね。当たんなかったね。でもね、こういうふうに予想することがとても重要なので、はい、お疲れ様でした。アネコくんどうだった？いや、すごかった。すごかったでしょ。全然予想当たんなかった。当たんなかったでしょ。やっぱ意外だよね。うん、先生、これはどうしてこうなったの？それはね、紫キャベツにはアントシアニンという色素が含まれています。アントシアニンは酸性だと赤色、アルカリ性だと青色に変化する性質があります。だからこのように色が変わりましたということなんです。なるほど、酸性、中性、アルカリ性と、そう、いろいろあるんだ。なんかリトマス紙の話とかで聞いたことある人もいるかもしれないよね。あ、確かにあるある。そう、あとは洗顔料とかで、うん、弱酸性とかある、いろいろ聞いたことある子もいるかもしれません。確かにありますね。そう、あれと同じことなんですね。じゃあ家にある身近なもので、うん、いろいろ試してみるっていうのも面白いかもしれないね。あ、それすごく面白いと思う。あ、やっぱり？そう、これは何製だろうって思いながら、このね、紫キャベツの溶液にぜひ入れて試してみてください。で、今日やった最初に予想して実験して、あれなんでだっけってこう考えるっていうのが実はとても大切で、自由研究にもよく役に立ちます。いや、楽しかったしね。そうね、全部外れちゃったけど。そう、外れても全然大丈夫です。それが自由研究なんだね。そう、なんで違ったんだろうって考えることがすごく楽しいので、皆さんもぜひ積極的にチャレンジしてみてください。それじゃあまたね。バイバイ。バイバイ。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと、先生に質問ややってほしい実験があったら、ぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。